ゲームマスターのマリンです。今日の役職は、市民3、人狼2、占い師1、霊能者1、狂人1、狩人1、執事1です。執事とは、市民陣営で、初日に誰か一人を選択して、その人の従者になります。主人が襲撃で死にそうになると、自分が身代わりになります。処刑の時は、身代わりになりません。主人の勝利が自身の勝利です。それで始めます。1日目、話し合いスタート。今日は執事がいるんですわ。めいめい。それは執事だよ。執事は、主人のお供をするんですよ。リリーはバカだな。バカって言わないで。執事は誰を主人に選んだんだろうね。私を選んでほしいな。ジェーン、それは誰にもわからないよ。そうだね。じゃあそろそろ占い霊能結果よろしく。何しろ。私がリリーをバカって言ったから黒って言ったな。リリーは単細胞だね。ジェーン、違うよ。本当にマリサは黒だったんだよ。私、霊能者ですが、出るタイミングがないじゃないですか。初日からリリーとマリサが殴り合ってるからね。皆さん、一旦落ち着きましょうか。そうですわ。そして、小悪魔指定して。一応、マリサが黒ということなので、マリサを釣ってみましょう。話し合い終了。討論中、討論結果。リリー1狼、マリサ9狼。よって、マリサが処刑されます。うわぁ。夜役。2日目、優香が無残な姿で見つかった。じゃあ。話し合いスタート。占い霊能結果よろしく。紫色。霊能結果は、マリサ黒でした。リリーありましたわ。リリーが死んだんだね。うん、わかってもらってよかった。リリーは単細胞だけど、優秀な占い師だね。ジェーン、単細胞は余計だよ。あ、ごめんごめん。じゃあ、ヌエは狂人だね。むむ。これで人狼あと一人ですわね。あと、アリスとチェーンがグレーだよ。そうですね、私目線では、チェーンが口が悪いので釣りたいと思います。謝ったのに、そして私は市民だよ。私こそ市民ですよ。話し合い終了。討論中、討論結果。アリス1狼、チェン7狼。よって、チェンが処刑されます。ひえー。夜役。3日目、アリスが無残な姿で見つかった。これでいいんです。話し合いスタート。終わりませんでしたわ、チェーンは白だったんですわ。そういうことです。しかもみんな白だ。ふふふふふふ。あははははは。今日の占い師は癖が強いな。リリーどうしたの？実はね、ヌエが白出しした家具屋をもう一度占ってみたんだ。リリーやりますね。やりますね。それで占い結果はどうだったんですか？家具屋はね、黒だったよ。これはもう完全勝利だね。リリーありがとう。みんなのおかげだよ。マリンも討論していいよ。了解。討論中、討論結果。霊夢2狼、かぐや4狼。よって、かぐやが処刑されます。悔しいですわ。人狼を退治することができました。市民の勝利です。それで気になる役職配分を発表します。かぐやは人狼。優香は市民。リリー・ホワイトは占い師。村沢は狩人。アリスは執事。マリサは人狼。小悪魔は霊能者。ヌエは狂人。チェンは市民。霊夢は市民でした。そして、執事のアリスは、霊夢を選んでいたので、2日目の夜、アリスは霊夢の身代わりになりました。それでご視聴ありがとうございました。また、お会いしましょう。